チャンネル合計20万再生突破ありがとう。おい、お前なんでそんな高いとこいるんだよ。ついでに登録へ、あ、ちょ、うわーと、登録者数センサー。安倍氏、おい何やってんだよ。合計再生数20万突破と登録者数1300人突破。ありがとうございます。あ、すんごい重たい。まあ、ウプ主のパソコンにすごい負荷をかけるモッドだからな。自分のパソコンのスペックを無視してこんなモッドを入れるなんて、ウプ主ってひょっとしてバカなの？ゼロなの？まあ、やってみたかったという一心でやってるだけだからな。さーて、私は誰でしょう？わっかるっかなー？わっかるかなー？お前絶対前見えてないだろ。うん、お先真っ暗。いや、それ使い方おかしくね。だから外した。お前だったのか。うん、私だった。で、誰だっけ？え、それひどくね。私みたいな人類のトップを忘れるなんておかしくね。しょっぱなからフルスロットルだなおい。あ？何言ってんの？ちょっと、そこから飛び降りてみようか。私は、さっきみたいな悲劇は起こさないと誓った。ちょっとだけ。ちょっとだけでいいから。ほんのちょっとだけ。ちょっとだけ飛び降りるってどういうことよ。ざっと50メートルくらい。ほぼここから飛び降りろって言ってるみたいなものじゃない。知らんがな。最近、マリサのキャラがわからなくなってきたわ。切実な悩みだな。主にウプ主の。というわけで、整地をしないといけないわけなんだけど、このどでかい木、切ってみようかな。おいやめろよ。あーやっちゃった。よく止まらなかったな。ねえさっきの見た？さっきの見た？木材が地面から吹き出したように見えなかった？ねえねえ。ねえ。ねえ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 。うるせえよ。ほらほら、なんでそんなことでテンション上がってるんだよ。キコリモッドって、すげえ。コンフィグいじって葉っぱとかも消えるように設定した方がよかったな。ごめん、私の力ではこの黄昏の木をキコリで壊せるようにすることしかできなかった。いつか私、コンフィグをいじれるようになれって言った気がするが、まだまだ初心者なんだな。それほどでも、いや、褒めてないから。って何このありきたりな会話。そんなことより、そんなことにするなよ。やっぱり少しもたつくわね。まあ、ちょっともたつく部分は編集でなんとでもなるんだよ。ふっふっふ。編集でごまかすわけね。あとマリサのキャラ崩壊が始まってる気がするのは私の気のせい？まあ、それは置いといて。いや勝手に置かないでよ。整地しているところをダイジェスト風にお送りするぜ。まあ、いちいち整地しているところを動画で流してたら時間がいくらあっても足りなくなるからね。時間は足りるよね。ごめん。あれ？落ちないかなー？なんであんなところに羊がいるんだよ。知らんがな。でかい間落ちてもドロップするのって羊毛だけだよね。まあ、羊肉がドロップするようになるのはバージョン 1.8 からだからな。あ、落ちた。今回追加したモッドを紹介するよ。実演して紹介したいところだが、それだと時間がかかるから詳細だけ書いとくぜ。ダメージインジケーターズ、リトルメイドモブ、モアピストンズ、マルチカメラ、とりあえず最初はこんな感じだぜ。モッドが増えるとパソコン重いね。あと、スマッシュバット、マルチページチェスト、スポナーチェッカー、合計7個のモッドを追加したよ。パソコンが重すぎて、実況がまともにできないみたいな結末はなしにしてくれよ。整地もダイジェストだったから、拠点建設もダイジェストで行くわよ。さすがに適当すぎないかそれ。適当じゃないんだよ。私はただ、前回のパートでも拠点建築してるのに、また拠点建築しているところを見てもらうなんて、そんな鬼畜なことはしたくないって思ってこうしてるんだよ。私の視聴者さんを思う姿を見習いなさい。あ、そうですか。ただ撮影できてなかったって理由じゃないんだな。おう、そんなわけ、ないじゃないか。何言ってるんだねマリオくん。私を廃刊行にしないでほしいのだが。というわけで、拠点建築していくわよ。なんかバニラのワールドで作ってた時みたいな拠点じゃないかこれ。何寝言ほざいてるんだ。
毒キノコぶち込むぞ。なんでそこまで言われなきゃいけないのか私にはわからないのだが。ほらほら、パクリじゃねえか。パクリも何も、どっちの拠点も私が建ててるんだし問題ないわよ。てかパクリとか言うな。というわけで完成したぞー。うん、完成したのはいいんだぞ。うん、完成したのはいいんだけどさ、屋上のこれなんだよ。植林場、なんで屋上に植林場作ってんだよ。てかここ森なんだから植林場なんていらないんじゃないのか。ってことは、マリサは森林破壊を肯定するってことって捉えていいんだね。なんでそうなるんだよ。別に植林場なんて屋上に作らないで普通にワールド上に作ればいいんじゃないのか。何余ったれてんだよ配管工。マリオディするようなことを言うなよ。マリオディすったら私が許さない。おう。というわけで、拠点をぐるり一周してみよう。絶対やるんだなこれ。また無駄に大きい拠点を建ててしまった。なんでこんな大きい拠点を建てたんだよ。てかこれ絶対雑居ビルだろ。え、拠点ですけど。うん、ごめん私が悪かった。落下ダメージで落ちてしまえばいいのに。割とマジで。冗談きついぜ。いや、だから割とマジでって。黙れ小僧。私は男じゃない。てかこの拠点、ほぼ前回のやつと同じじゃないか。屋根はないけど5階建てだし。拠点なんて何でもいいのよ実際。それ言ったらおしまいだろ。っていうか結構整地したんだな。一体何建てるんだよ。まあそれはその時で。無計画すぎるだろ。何言ってるの、無計画だなんて。ふっ、マリサじゃあるまいし。ちょくちょく私をディスってくるよな、霊夢って。そう思うのは、マリサの心が汚い証拠なんだよ。清く美しい心を持とう。え、そんなことを霊夢に言われると思わなかった。そしたら私の美しさがわかるようになるわよ。あ、ごめん聞いてなかった。もう一回。だから、そしたら私の美しさわかるようになるわよって。え？なんか言った？聞いてなかった。もう一回。これ以上私に恥ずかしいこと言わせないで。それを自分で言ったらおしまいのような気がするのだが。どうも、数分ぶりの画面いっぱいの可愛い霊夢ちゃんだよ。相変わらずすぎて逆に安心してきた。動画のコメントでも霊夢可愛いというコメントが来て、私は、うん知ってるって返すことにするよ。まあ視聴者さんがそう言うんだから可愛いんだろうな。霊夢キャワイイ。ごめん。寒気しか来ない？おい、ひどいだろそれ。あと震えすぎだろ。まあ、私が可愛いのは当たり前だからマリサに言われなくてもわかっているよ。てかなんでさっきから可愛いとかキャワイイとか可愛いとかの話してるんだ？知らんがな。いや、お前が原因だからな。っていうかいい加減やること言えよ。あ、そうだった。私ねえ。いい加減肉中心の食生活に飽きてきたんですよ。畑でも作るのか？まあ、そんな感じなんだけどね。でもせっかくだから農業専門の建物でも建てようかなって思ってね。ほうほう、と言いますと。農業タワーを作りたいと思います。そんな高度なものを作るつもりなのか？いや、別にそんな高度なものを作る気はないわよ。ただ畑が階層ごとにあるくらいのものだから。というわけで、早速作業開始じゃーい。農業タワーはこの空き地に建設するよ。広いのか狭いのかいまいちピンとこないな。横の土の壁とか、地下には洞窟があるので、殺人モブがどんどん湧く立地となっております。ついでに空洞音まで流れる始末で、もうちょっといい立地なかったのかよ。いや、だって整地しちゃったんだもん。使わないともったいないでしょ。あ、今はピースフルだから大丈夫だけど。すぐそこの迷路にはスポーンブロックがあるから、ノーマルとかに戻すとどんどん敵が湧いてくるよ。大丈夫なのかよほんとここ。スポーンブロックはすべて破壊済みです。ノーマルとか全く関係ねえじゃねえか。建築材料は準備済みよ。整地の時に自然的に集まった土だな。いい加減邪魔になってきたから、消費のためにという理由で、農業タワーを建てるというのもあるわよ。とりあえず、畑の一区画だけ作ってみるわね。3倍速で進めてるから、3D 酔いの心配がある人は注意だぜ。一応、9×9 のところを耕して、真ん中に水を設置するという、至って普通の畑を作ってみるわよ。ダイヤのクワとか、いつ手に入れたんだ？それはねえ、追加したモッドの紹介の時に出てきたスマッシュバットってあったわよね。うん、あったな。それがどうしたんだ？お試しがてらバニラのワールドでモードをハードにし、敵がどんどんたくさん湧くようにして、バットで敵を殴ってたら楽しくて、ずっとやってたらたまたまモブからドロップしたんだよねー。そうだったのか。てかよく覚えてたな。私もなんで持ってるんだろって、ずっと考えてたらさっき思い出したんだよね。ほんと、よく覚えてたなっていうより、よく思い出せれたな。の方が適切なのかこれ。というわけで、こんな感じのやつを32区画くらい作るわよ。
なんだろ、何の特別感も感じないのは私の気のせいではないはず。少し進んだわよ、木造のタワーにするんだな。実際は、レンガとかで作ってみたいっていうか作りたいんだけど、そっち系の素材全く集めてないからできないんだよねー。これに人かついて、気づかなかったらほぼ全焼だな。浮かんでいる土だけが残って、シャレにならないこと言わないでよ。縁起でもない、エレベーターで移動できるから便利ね。結構天井低かったかしら。建築ミス。おいおい、そんなんで大丈夫なのかよ。大丈夫だ、問題ない。相変わらず、大丈夫じゃない感がにじみ出てるぞい。とりあえず、第一段階の建設は終わったわよ。ここからどんどん増築していくつもりよ。これも3倍速だから、酔いの心配がある人は注意だぜ。それにしても、なんか窮屈な作りだな。ほぼ無計画で建ててるからね。いやいや、建設プランくらい立てろよ。ノープランだっていいじゃないか。おいおい。で、一体何を栽培してるんだ。まずバニラの植物。それともミジモットの植物。最後にタケモットの植物を栽培してるわよ。どの植物がどのモットの植物なのか、未だにわかってないけど許してね。ちなみに5階は、収穫した野菜とかを収納するスペースにするつもりよ。まだチェストを一つも置いてないから、ただただだだっ広い空間になってるわよ。さて、ここまで農業タワー建設をやっていたわけですが、ちょっとシャレにならないハプニングが発生しました。まあ、これは見てくださった方が早いですね。では。はい、農業タワーが綺麗さっぱり消えています。なぜ農業タワーが消えたのかというと、まあ簡単に言うと、ワールドに入れなくなった、ワールドが壊れてしまったということが起きたわけです。ですが、一応バックアップは取っていたので大丈夫でした。しかし、バックアップを更新していなくて、綺麗さっぱり農業タワーが消えてしまいました。なのでもう一度、農業タワーを建設したいと思います。霊夢が建設した農業タワーをベースに、少し道を広くして、天井までの高さを少し上げたいと思います。というわけで建設し終わりました。道の広さは2マスを4マスまで広げ、高さを3から4に引き上げました。エレベーターは少し装飾を加えました。まあこんな感じで、少し計画して建設しました。さすが私。うわぁ、パクリだー、解約だー、どう考えても改善しまくってるだろうが。くっそ、ウプ主のせいで私の最高傑作を消され、マリサには私の最高傑作を盗まれ。なんか私すごくかわいそうな子。ちょっと、マリサこれ、さすがにチェスト多すぎじゃない？マルチページチェストとか使えば、もっとコンパクトにできるのに、なんであんな高コストなチェストを作らなくちゃいけないんだよ。そういうのは幽霊鉱山に行ってから言ってくれ。それにしても、絶対こんなにチェスト使わなくない？少ないよりかは多い方がいいだろうが、あ、うん、ごもっともなご意見で、てか、ここにも畑を作ったのね。屋上庭園風なものを作ってみたかったからな。まあ、そのうちここも屋上じゃなくなるんだと思うけどね。現実に引き戻すような言葉を言うなよ。いやもうこの際、このタワーはこれで完成ってことにしてもいいんだけどな。てかさ、人一人生活するのにさ、なんだよ、こんなでかい農業タワー。必要なくない？おい、なんでそれを先に言わなかった。お前のやつをベースに建てたせいか大きいのを建てちゃったよ。てかなんで私たちの建築物って一つ一つが大きいのかねえ。知らんがな、答えれない質問が来ると、絶対そのセリフで片付けるよな。さすが私よね。ごめん、何がさすがなのか全くわからない。さて、ちょっと遊ぼうかな。いきなりすぎて何言ってんだこいつ。いやねえ、ここ黄昏の森にはダンジョン的なやつがあるわけでして、お試し程度にここから200メートル先に迷路をもう一つ見つけたので行こうかなと思っていまして。本音は？スマッシュバットで敵をぶっ飛ばしたい。なんかストレスが溜まることでもあったのか？いや、うん、私にもねえ、マリサには到底わからないであろう苦労というものをしているものなんですよ。どの口が苦労とかほざいてるんだ？というわけで、今回使用する武器であるスマッシュバットをお見せしましょう。おい、無視すんなよ。黄金のバットじゃーい。うん、黄金のバットだな。これでどんなマリサでもぶっ飛ばすことができるよ。え、ストレスの原因って私なのかよ。いや、ストレスの10割はウプ主かな。ウプ主にゲロー。はっ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 は。
というわけで、260メートル先の迷路へ出発だー。スペックの関係で、結構カクカクになるかもしれないけど許してね。思い切って3倍速で迷路まで行ったらいいんじゃないのか？そうしますか。酔いの心配がある人は注意してね。やばい、私が酔ってきた。自分も酔ってきた。なんでみんなして酔ってるのよ。ってなんでウプ主が出てきてるのよ。なんのことだ？気分悪くて聞いてなかった。もういいわよ。こんな風にならないように主張する場合は注意してね。お、こんなところに鹿らしき生物が。これに乗って迷路まで行きましょう。え、サドルとか持ってないじゃないか。大丈夫、これで行くから。動物愛護法。あべし。ふう、やっと戻ってこれた。そんな距離なかったけどな。帰ってくるのに28分かかった。妙にリアルな数字出すなよ。てか嘘つくなよ。くっそ、経験値がほとんど消えた。くっそ、くそがー。何切れてるんだよ。なんとなく、なんなんだお前。可愛いと定評のある霊夢ちゃんですが。あ、はいはい、そうですねはい。ツッコミすら入れてくれないって。お前も変わっちまったな。お前はどんどん悪化していくな。よっしゃ行くぞー。元気だな。経験値が減ったのを力に敵をぶっ飛ばすのだよ。どんだけ根に持ってるんだよ。完全に自業自業を追いかけてこないでー。私を無視するなよ。こうなったら反撃だー。反撃に移るまでが遅いんだって。かかってこいやー。カクカクすぎて見づらいわ。まあ、キャプチャーしながらだから仕方がないのよ。許してね。まあ、止まった部分はカットでいくぜ。だからマップの時間が飛び飛びになるかもしれないが許してほしいぜ。し、しけてんな。お前はカツアゲする上級生か。私はみんなの可愛い後輩よ。おう、マリサの反応がどんどん雑になっていく。世の中がマリサの性格を変えてしまったのか。もともとこんな感じなんだけど。悪いか？ごめんなさい、私が少し悪かったです。すごい、反省してる感じが一切ない。痛いの痛いの飛んでけー。すごいな、気持ちいいくらい飛んでいく。え、何やってんのさっきの雲。なんであの高さで死ぬんだよ。なんで雲の死ぬシーンを何回も流すんだよ。追悼の意味を込めて、悪意しかなかっただろ。そんなバカな。何驚いてんだよ。あ、私は雲に驚いただけ。紛らわしすぎるわ。でさっき爆発音しなかったか？まさかクリーパーか？なんか驚いてるところ悪いんだけど、爆発音は私が原因だから。なんだと？この爆裂バットというバットからなったんだよ。これはぶっ飛ばしたモブにしか影響がないから結構使えるのよ。遊んでて結構楽しい。これこそ紛らわしいっちゃ怪しないな。くっそ、チェストの中身が地下洞窟よりしょぼい。てかさ、これってスポーンブロック壊せば安全にいけるんじゃないのか？ちっ、わかってないな配管工は。あ、スポーンブロックを壊してしまったらスリルというものが味わえないじゃないか。と言いつつも本音は？ストレス発散ができなくなる。なんでそんなにストレスが溜まってるんだよ。え、さっき言ったじゃん。そうでしたね。私が悪かったですサーゼン。興奮した狼の声が聞こえる。前回の最初に攻撃して追いかけられていたやつか。通常状態の狼は見ているだけで癒されるんだけどね。首をかしげている狼が一番好き。それには激しく納得。なんだろ、興奮している狼だから仕方ないとはいえ、なんかぶっ飛ばすのは気が引ける。両親が痛むわー。なんか、最後のすごい棒読みに聞こえたけど、両親が痛むのは真面目にわかるわ。くそー、やめてくれー。これ以上犠牲を増やさないでくれー。なんだろそのセリフ。なんか主人公が覚醒して逆転するというシーンが頭に浮かぶわ。なんかちょくちょく来る小さな雲が気持ち悪い。だな。くそー、また狼かー。倒したくないって言ってるのに。それにしては倒す気満々なんだよなー。不思議な光景だよねー。世界の七不思議だね。勝手に七不思議に入れるな。もう、なんで甲府を狙って攻撃しようとしてくるかなー。みんな腹黒いなー。それを全部自分に言い聞かせてみろ。なんで？私は純粋無垢だからそんなことする必要なんてないのよ。何言ってんだこいつ。どの口が純粋とかほざいてんだ。ぶっ飛ばすぞ。いい加減マリサも綺麗なジャイアンになろうよ。ごめん、もうわけがわかんなくなってきた。多分これで全部のチェストの中身集めたかな。じゃ、ストレスもなくなったことだし、いい加減帰ろうかな。やばいやばい、死ぬ、死んじゃうよ。カットしてる間に何があった？集団暴行にあった。そうかー、それは災難だったなー。全然気持ちがこもってない気がするよ。こうなったら爆裂バットだー。カットオーバーせー、レ、イ、ム。ブーっとべー、ゾ、ン、ビ。
というわけでただいま、どういうわけなのか全くわからん。てかなんでそんなところにいるんだよ。そこにスペースがあったからさ。キザを演じなくていいし、そこに山があるからみたいに答えなくていいわ。だってさ、なんか手頃なスペースがあったら入りたくならない？はいはい、なるなるなりますよー。何言ってんだこいつ。おい、ふざけんな。というわけで、今回はほぼ建設パートだったわね。そのほとんどがダイジェストという雑な紹介で、しまいにはデータが飛んで作り直しとか散々な結果だったけどな。私が建てたタワーを解約されたり、マリサが変わってしまったり、狼に襲われたりラジバンだ。ごめんそれ古い。サーセン。まあ、これと言って黄昏要素で遊ぶことがなかった気がするけどなかったことにしよう。いや、なかったことにするなよ。まあ、次回も建設とかするかもしれないけど、いい加減ボスとも戦ってみたいわね。だな。って、まさかスマッシュバットで対抗する気か？あ、それいいわね。あ、言うんじゃなかった。いい加減普通の武器で戦うとか、別のモッドの武器で倒すとかも考えた方がいいんじゃないのか？敵を簡単に蹴散らせるほどのものを探しておくわ。ふっふっふ、チート級の武器とかはやめとけよ。後が怖いから、なんで？なんで？じゃねえよ。まあ、次回までには素晴らしい武器を探しておくことを頭の片隅に置いとくわ。大丈夫なのかそれで。はい、というわけで今回はここまで。次回も見てくれると嬉しいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。